でも伸びじゃないですか。俺は育英でいろんな人見てきてプロになってきてやつを見てるけど、お前はマジで可能性あるから頑張れって、うん、でも1年から出れたんですっごい顔出てくる。だからマナサは縮まってないんですよ、ここで。そう、なぜ比べたがる。子供の頃を振り返ってみた。では今回の企画の趣旨が、7月8日に吉戸教室に55レッツデーという当時高生指定席全席550円の価格でチケットが販売されてるっていうことで、今日平野さんと岩さんに子供の頃をちょっと振り返ってもらおうかなっていう企画になってます。幼少期、もう幼稚園の頃、どんな性格でどんな子供でしたかっていう。校庭ボール蹴ってる、そこに混じったら友達できた、言語のこう壁を越えた、サッカー好き、サッカーやろう。年長さんの時に3校上のお兄ちゃんが小学校でもサッカーしてたから、それについていくっていうのがスタートだった。集大連と下部組織、俺の方が全然強いな。まあそうやな。今は俺の方が強いみたいに言おうとしました。今はバチバチ世界で戦ってる奴がいるんで、そんな勝負か辛抱でよくやってたんです。だから中学校はあんまいいイメージないですよ。ベリーにいたら目指しやすい環境ではあります。中大連はリアリティはないですよ。でもなんか言ってたいじゃないですか、サッカー選手になるっていうのかっこいいじゃないですか。だからその言ってたいはずっと言ってました。伸びしろを買ってもらってジュースも上がってほしいという出しはいただいたんですけど、ユースこそ高1高2高3合わせた試合という感じのイメージだったんで、同学年でも通用してるのはおそらく無理だと思うんですので、まあ、環境を変えたいなと思って、小学校の時からお世話になってた恩師みたいな方に久我山いいよって言われた。それこそ勉強で久我山を頑張って勉強して一般で入って、だからあんまり寮に入るとか本当にプロになるためにどっか飛び込むとかっていうのはなかったですよ。上がるなんか打診があったって言ってたけど、うん、ない人もいるでしょ。でも基本俺らの代は数人でしたね。5人ぐらい、18人中ぐらいが上がった。ちょっと上がれないよって言われた。ああ言われた、うん、でその5人ではないってことでしょ。ではなかった。そうだよ、ね、ってことはなんかやっぱ見出されてはいいやん、サッカー垂れた3年間で。よいしょ、お前。いやそう、そういうことじゃん。だってみんな上がれるわけじゃないから。そうだね。そうそう、うん、それが何だったのか気になる。確かにそうですね、それ聞きたいですね。伸びしろじゃないですか。手が追いついたらとか、テクニカル部分は多分足りてると思ってくれてたんじゃないですか。テクニカルです。シンプルに受験もちろんあるっすけど、行くって言えば行けますみたいな、理性に近いような。中学校の時に練習も参加させてもらって、でうちの兄がその高校出てるんで、そういう経緯もあってちょうど入れ替わりなんで被ってないんですけど、監督さんはだからそれ兄が弟が入りたいって言ってるみたいな告知も聞いてくれてみたいな、すごいこう入りやすいあれを作ってくれたんですよ。前橋育英さんとかに行く勇気もなく、うんうん、ないないですよね。だって地元の中大連でサッカー部3年間やってるやつとジュニアユースとかやってるやつとかって行く行くやで、やる気ないでしょ。それはそれで俺が入っていくっていう。もう選手権でバーって出たりとか。そうですね、1年生から出た。なん1年生から。はい、すっごいじゃん。1年だけ出たの。1年と3年。あ、3年でも出てる。うん、出てる。すっごい聞きたいんだけど、モテた？でも高校はほぼ男女別学なんですよ、久我山って。あ、そうなの。恋愛も禁止な掲げてる学校だったんで、そう結構珍しいですよ、多分。高校時代はどうでした、検査。なんか入った時にたまたま前橋育英を卒業されて知ってる OB の人がキーパーコーチみたいな人で赴任されたんですよ。その人に1年生の最初の方に、俺は育英でいろんな人見てきてプロになってきてやつを見てるけど、お前はマジで可能性あるから頑張れって言われたんですよ、こそっと。そっからなんか火ついたっす。最初は全国出たいと思ってたんですよ、それこそ思ってたんですけど、もう1年生の途中ぐらいから全国に出るのはやっぱ難しい、実力的にもそのチームの全体の戦力も含めて難しいなと思ってて、個人に切り替えて、自分がもし全国に出るような高校の一員としてポツって入った時に活躍できてる選手でありたいなって思ってサッカーやってた3年間って感じです。当時一緒にサッカーしてたやつは嫌いでしょ。すごい嫌われてたね。ついていけねえよみたいなのは。でも思い出とかないっすよ。だからそのいわゆる青春的な思い出もないし、学園祭とかもなんかあんま出れなかったりとかするし、あんまいい思い出はないっすね。
苦しかった思い出しかないです。それもなんか結局楽しんでたんだろうなっていうのは今思えばあるけど、何も楽しくなかったですね、うん、きつかった。そんな高校時代で最後大学時代なんですけど、大学は国士舘と日体大、はい、近寄ってきた。確かにそう、近寄ってきた。ここで結構だいぶ物理的にも近寄ってきた。一気に同じ路線みたいなのが入ってきたの。部員数も一気に増えますよ、ね、100の100超えて。サッカー推薦だったんですか。指定校推薦ですか。なんかスポーツ科があったんで、将来に。何年ぐらいかで始めたんですか、大学で。2年。早いですよね。早かった。じゃあ234、234、まあそれで大体もうちょっとプロ意識っていうですね。でも日体からもプロ出た人11年、12年ぐらい。あ、長いこといなくて。へえ。僕もお父さんが建築で多分自分の仕事をしてる人なんで、キラノン系系列でスポーツ選手なんていないし、多分いい意味で心配してくれて、本当にそのスポーツ選手なのかみたいな感じで大学通うじゃないですか。そこで選択だったんですよ。で最初では慶応を目指してたりしてて、もちろん、あとは偏差値68で入ったイメージで、高3になると多分50後半ぐらいまで落ちるんですよ。もうずっとサッカーしてたんで、一般じゃちょっときついってなって、でプロ目指すのに浪人も無理ってなって、でも高3は選手権12月まであって、でいろんなものがあって、で結局こう親といろいろ話して自分の人生の設計を立てて出たのが本当遅くて決断が。だからそれを蓋開けてスポーツ推薦取ってくださいみたいな感じでいろいろこれも使って、まあ、いろんな大学は興味持ってくれたんですけど、でももう枠がなかったんで、国士舘はもう本当3月のギリギリまで結構大きい規模でずっとスポーツ選手募集してたんで、なんとかギリギリ3月入試飛び込みで入って、だ結構毛色は違うんですけど、逆にもだからそこ入るぐらいの覚悟だったら、まあプロしかなんだよっていうような逆にことを僕は多分主張したって決めたんです。でも一応、まあ、お父さんに建前上、まあ、教員免許も体育で取れるんで、僕もでも1年から出れたんで、すっごい顔せてくる。だからまだ差は縮まってないんですよ、僕。なぜ比べたがる。比べちゃえね、人って。まあ、そうだよ、そういうもんね、比べがちで。1年生からなんかすごい気に入られて、それも運ですよね、なんか本当に絶対違うタイプなんですよ。僕は久我山でつなぐサッカーから、まあ、バルサからアトレティコに来たみたいな感じだったんで、なるほど、そっちのサッカーもいけるんやと思って。その時ボランチ？その時からボランチ。あ、大学から442だった。高校から4123のアンカーだったんで。あ、そうなんです。ブスケツ対ブスケツだからさばけばいい。じゃあまず最後にちょっと子供たちに向けてメッセージを言ってもらっていいですか。そこの君たち、プロになりたかったらサッカーを楽しんでエンジョイしていっぱい寝ていっぱいご飯を食べなさい。やりにくいよこの後。結構あっちに。そこのうわー、食べに行こう。君たち無理してる。明日これ実家に行ける。この辺多分荒れてると思う。いや、いっぱいやっぱりサッカーしてもらって、ボールいっぱい触ってもらって、でサッカーやっぱあのボール触るだけが全てじゃないし、サッカー見ることも楽しいと思うので、いろんな角度からサッカーを楽しんでもらえたら嬉しいです。あといっぱい食べていっぱい寝るといいらしいよ。スタジアムで待ってます。4月8日土曜日 FC 東京戦は55列で超重厚戦指定席全席収550円となっております。550、みんな来てねみんな来てね。チャンネル登録お願いします。お願いします。